平野紫耀、神宮寺勇太イムップとの初食事会に込められた意味。読者の皆様、こんにちは。今回は音楽業界の話題として、三宅健さんが自身の YouTube ライブで明かした、戸部所属アーティストたちの初食事会の裏話についてお伝えします。アーティストたちの新たな一面や、楽しいエピソードに迫ってみましょう。 音楽業界における新たな動きとして、滝沢秀明氏が設立した新会社、戸辺が注目を浴びています。その戸辺所属アーティストたちが初めて集まり、食事会を開いたというエピソードが三宅健さんの YouTube ライブで明かされました。この食事会の裏側には、面白いエピソードとアーティストたちの交流が詰まっていました。三宅健さんは、 この初の食事会について全員揃ってご飯食べたの初めてかもと語り、その新鮮な雰囲気と楽しさを振り返りました。会場の様子も明かしており、三宅さんの右側には神宮寺ゆ太たさん、左側には平野紫耀さんが座り、その周りには7人組グループ、イムップが並び、アーティストたちは円卓を囲んで食事を楽しんだとのことです。 食事会の内容については、まるでお見合いのような初対面の会話が展開されたとのこと。三宅さんは、趣味や車、食べ物の好みなど、確実に初対面の人たちの会話だった、と笑顔で振り返り、マジでお見合いみたいだった、とその雰囲気を明かしました。さらに、食事会の席順やお酒の様子も気になるところです。 三宅さんによれば、滝沢氏はスタッフと同じテーブルに座っており、飛べアーティストたちが囲むテーブルでは、特にイムップのメンバーがお酒を楽しんでいた様子が伝えられています。その一方で、三宅さん、平野さん、佐藤真さんの3人はコーラで楽しんでおり、他のメンバーはアルコールを楽しんでいたとのことです。 平野潮さんと佐藤真さんのやりとりにも興味がつきません。三宅さんは平野さんが小麦粉アレルギーであることを明かし、平野が真君に食べられないものを全部あげてた。真君平野からもらうご飯だから食べないわけにはいかないじゃんと笑いながら振り返ります。三宅さんの茶目っ気あふれる嫉妬心も見逃せませんね。一方、平野さん自身は、 小麦粉系が入っていないものを食べていた、と述べ、食事会でのエピソードを赤裸々に語りました。結論。戸部所属アーティストたちの初の食事会の舞台裏には、新たな交流と楽しいエピソードが隠されていました。音楽業界の裏側で繰り広げられるアーティストたちの人間関係や日常に、ファンの方々もきっと興味津々でしょう。 今回の三宅健さんの裏話によってアーティストたちの素顔が少しだけ垣間見えたような気がします。皆様もこれからますますのアーティストたちの交流や活動に注目してみてはいかがでしょうか。挨拶、今回の記事が皆様にとって楽しい情報となりましたことを願っております。 引き続き、興味深いエンターテインメントニュースをお届けできるよう努めてまいりますので、どうぞお楽しみに。